ポール・ウォーカーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州出身の俳優。身長188センチメートル。ブラジリアン柔術茶帯。ワイルド・スピードシリーズのブライアン・オコナー役で知られる。イングランド、アイルランド及びドイツ系。母はモデル、父はアマチュアボクサーで2度ゴールデングローブを獲得するほどで、あったが家族を養うために、 下水道工事の下請け業を営んでいた。父方の祖父アイリッシュビリー・ウォーカーもプロボクサーとして活躍していた。弟二人がいる。母の影響で2歳の頃に赤ちゃんモデルとして活動を始め、いくつかの CM に出演した後、1980年代前半には子役として活躍し、B 級映画やテレビドラマに出演した。高校進学後、一旦、 ショービズの世界から離れて、数年はごく普通の高校生活を送る。在学中、子役時代からのエージェントから声がかかり、アルバイト感覚で俳優活動を再スタートさせる。高校卒業後に、いくつかのコミュニティカレッジで生物海洋学を学ぶもコンスタントに仕事が入り、その後は副学、休学を繰り返す。1990年代後半から、 映画にキャスティングされるようになり、ルックスからティーン映画への出演が多くなる。1999年のバーシティブルースシーズ・オール・ザットあたりからティーンの間で注目された。2001年、ビン・ディーゼルと共に出演したアクション映画ワイルド・スピードが大ヒットし、世界的にも知られる。続編にも出演。第7作。 ワイルドスピードスカイミッションの撮影期間中、夏季の事故によって死去した。ポール・ウォーカーの墓2013年11月30日、フィリピンの台風罹災者のための資金提供を募るチャリティーイベントに出席した後、ロジャー・ロダスが運転する赤いポルシェ・カレラ GT の助手席に乗り、帰路に着いた。しかし、15時30分、アメリカ・カリフォルニア州のサンタクラリタで、車は、 コンクリート製の街灯や街路樹に衝突し、直後に爆発して炎上した。ロサンゼルス軍保安官事務所は、現場で二人の死亡を確認したことを発表した。40歳没。事故の様子は防犯カメラなどに記録されており、それらの分析から、現場は制限速度45マイルパーアワーであったが、運転していたロダスは100マイルパーアワー近くの速度を出していたことが判明した。 遺作、ワイルドスピードスカイミッションは、クランクアップ前に、ポールが交通事故死したことにより、一部の登場シーンでは、CG による合成及び、カレブとコディによる代役が用いられている。元ガールフレンドとの間には1998年に生まれた一人娘がいるが、結婚はしていなかった。なお、娘はモデルをしている。 大の自動車好きでもあり、ワイルドスピードシリーズに登場したトヨタスープラや、日産、スカイライン GT-R を実生活でも所有していた。2011年、R35GT-R を運転しに横須賀まで来たことがある。ありがとうございます。